ばこんばんは、小平さる小平さると申します。この前は、ロック居酒屋アッキーとかで歌ったり、あと昭和ナイトで昭和の歌を歌ったり、いらっしゃいませという感じでございます。とで、小平さるはですね、装甲騎兵ボトムズというアニメが大好きで、大好きです、今からで、この前ですね、鶴見ってところまで行ってきて、その代わりに、その帰りに稲城長沼通ったんですよ。そんで、列車から総武線各駅停車なんですけど、そこからチラッチラッと見たら、これの銅像がライトアップされてて、さあ今度は、間近で見てみたいなという感じで歌ってみたいと。で、小平さん、柳ジョージという人も大好きでございまして、2008年にですね、このボトムズってまだ終わってないんで、こっそりシリーズが続いておりまして、その2008年のシリーズでオープニングを歌ったのが柳ジョージさんだったと。で、柳ジョージさん2011年に亡くなっちゃったんで、実は柳ジョージさんが発表した曲、最後の曲が実はこの曲になるという、っていう鉄のララバイという曲をやりたいと思います。ワン、ツー、スリただ一応ひたすら踏み
バラバイでした。ボーカルもうちょい上げてもいいですね。すごい聞こえるよね。あ、大丈夫？大丈夫。大丈夫。あ、よかった。これ作曲も柳上司さん。あ、そうです。あ、また。磯崎健二さんという方が書いて、作詞はあのボトムズの監督の高橋良介さんという曲だったらしいです。というわけで。見に行きたいですね。あの稲城長沼まで行ってきてね、今度こそ行こうかなみたいな。ただ稲城長沼に何の用事もないっちゃないんですけどね。とお、キリコとかボトムズの話をしてるんですが、あの一応あのガンダムありますよね、はい、ガンダム作ったところが、はい、あのもう一本こういう装甲騎兵ボトムズっていうのを作ったんですけど、ガンダムの次に長く続いてて、多分そのガンダムの次に人気がある作品だと思っておいてください。イエーイ、ネットショルダーね。そうそうそう、こいつの肩は赤く塗らねえのかい、お前塗りてえのかっていうね。今度塗るらしいよ、うん、あ、そうそう、塗るって言ってましたね。というわけでボトムズの話ちょっとね、火つきすぎちゃうんでこれくらいにしてきますが、で、小平さんですね、あの神田アットライブっていう野外で昔歌ってたんで、そこで知り合いになった人の歌もよく聞くとですね、まあなんだろう、年代っちゃ年代なのか、長渕剛の歌を聞いたりとかするわけですよ。で、シャボン玉と書いてあって、いつも この前はトンボとね間違えたんですよ。あの、G、D、E マイナーまではトンボもシャボン玉も一緒なんですよ。これね、次はね、あのマッシュアップやってみたいなと思うんですね。やってみようかなみたいな。で、昔ほら夜も引っ張れって番組があって、あれで平気でマッシュアップいっぱいやってたじゃないですか。あれ歌ってるはずなのにまた別の曲かぶせてきたりみたいなね。ちょっと、うん、あの長渕剛に学んでみようと思います。で、とりあえず91年シャボン玉をちょっと歌ってみたいと思います。シャボン玉、あれ、ウォウ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 、これトンボだよ。そう、間違えるのよ、本当に。入り一緒なんだもん、だってどっちも G なんで。というわけでシャボン玉お聴きください。ワン、ツー、スリー、フォー。
という感じでございます。で、一応小平猿高校時代にですね、軽音楽部にちょっと所属しておりまして、でその時期になると、まあ邦楽もテレビでいっぱい流れてて見たり聞いたりするんですが、そこでですね、軽音楽部でじゃあ課題曲やるから、あ、やってみろっていうので渡されたのが、あのボーイのマリオネットって曲だったんです。あ、マリオネットね。そうそうそう。で、あのドラムはすごく簡単、まあギターも頑張ればどうにかなるみたいな感じの曲だったらしいんですけど、ボーイか、もう僕があの学生やってる時にはボーイ解散してましたんで、でその代わりバリバリに目立っていたのはヒムロックではなく布袋寅泰さんだったわけですね。うん、もうテレビつけるとね、あのコアモテの人が時々出てくるわけですよ。うわ怖いな、この顔の人絶対絡まれたくないなみたいな感じで、まあ布袋さんの曲ね、あれだ、江頭2時50分が出てくる時に流れたりとかね、結構なんかこうここぞという時にいっぱいいろんなところでいろんな曲が流れてて、やっぱすごいなと思うわけで、あの外国行くとね、キルビルのテーマがあれ布袋さんですからね、チャンチャンチャンというわけで、結構世界に羽ばたいてる布袋さんの95年の歌、95年、ポイズンやってみようかな。ポイズンね、ポイズン大好き、かっこいい、いい曲ですよね。やってみましょうというわけで、反町隆史じゃないよみたいなあれもちょっとやってみたいですけどね、声低いっすね、反町隆史ねポイズン、あの声は出せないよI'm not afraid to die.
でした。ポイズン。終わりです。最後の曲っていうのは忘れてた。多分8月10日は六居酒屋に行きたいなと思っております。ぜひ。お財布が大丈夫な限り。それでは皆さん夏バテにお気をつけて。それでは小平さんでした。ありがとうございました。あれ止め方が分かんない。その赤いボタンもう一回これ、あ、じゃなくて横にあるやつですね。これ